リファイト今回ですねリファイトクラブのリサーチをしてみようかと思いますこれがまあ公式サイトたる YouTube チャンネルなんですが現在チャンネル登録伸びに伸びて21人になってますねやっぱりこのねエクストリームワンのチャレンジを宣言した時からチャンネル登録者数の方増えてきて本当にコンテンツ量も順調に増えてきてます、えー、再生数もねまああの結構いけてる1000回超えるのも出てきたりとかしてやっぱりね継続の大切さをここで見ることができますね それぞれのコンテンツの再生数もこういうふうに順調に上がってきてますんでね、まあ、数十人のファンの方がいらっしゃって坊君を見てるっていうことでしょうねで今会員がですね私外、えー、1人なんで2人のおリファイトクラブってことになりますただ潜在的にはもうちょっと増えてるんじゃないかなというふうに再生回数を見ながら思うところなんですが今度ね2月19日今度の日曜日になんと坊君がエクストリームワンという試合に出るんですよ こちらの方を検索するとこういう風になってきます。エクストリームワン。立ち格闘技の総合アマチュア大会ということでございます。その中にもいくつかのこうセクションに分かれてまして、このうちの一つ、緑キックチャレンジっていうのに出てくださるんですよね。で、こういう風にエクストリームワンの検索結果ずっと見てるでしょ。たら、あの、なんていうか、ゆきこさんって方がラウンドガールに出てるってことなんで、ちょっとこれクリックしてみましょうか。ツイッターが開きます。あ、この方がラウンドガールですね。なんともまあ、 素敵じゃないですか。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ次、検索の2ページを見てみましょう。2ページ目は、カポエイラのなんとかかんとかって書いてあってる。おなんとありましたよボー君のトレーニング風景が。検索の結構上位。2ページ目の、もうね、ナンバースリーに出てきてますね。ここまで上り次ぎ目できましたね。一応ね、YouTube のコンテンツが増えれば増えるほど上位に、こう、ランキングインされる可能性が強いのと、 まだエクストリームワンっていうのが始まったばかりのアマチュア試合で、まだそんなにね、ネオンバリューないんですよね。だからそのネオンバリューがないうちにこうやって食い込んでいったことっていうのの、その価値は大きいかなと。ぜひ当日暴君本当に素晴らしいね、試合結果をもたらしてくれることを期待して、今回の動画を終わっていこうかと思います。それでは、リファイト。